妖怪ウォッチ2を買ったら初日にやるべきこと。妖怪ウォッチ2ではとある施設を使って妖怪のステータスを大幅に強化することができる。対戦での勝敗を大きく左右するこの要素だが、なんとこの施設最初から解放されているわけではなく、とある妖怪を呼び出してなんとリアルで3日待つとようやく解放される。ようやくストーリーをクリアしていた対戦と思ったら3日を預けなんて悲劇を回避するために、桜中央してに行けるようになったら早めにこの場所に力持ちを呼び出そう。ちなみに力持ちは夜の学校に侵入すると簡単に会えるので、見つけたら必ず仲間にしよう。好物はおにぎり、レベルも高くないので比較的簡単に友達になると思うぞ。